準決勝の畳に向かう2人の日本人です。西山大輝、代表最年少20歳、小野貴、代表最年長31歳。くしくもともに桐蔭学園から筑波大と進んだ、いわば同門対決でもあります。90キロ級エースの称号は新世代へと動くのか、それともベテラン健在示されるのか、決着の時です。31歳小野貴、20歳西山大輝、決勝に進むのはどちらか、そして今一体どちらが強いのか。90キロ級準決勝の戦いが始まりました。白い柔道着ベテランの小野貴、青い柔道着昨年の銀メダリスト若き20歳の西山大輝、喧嘩四つです。左組の西山、右組の小野、両者の勝ちパターンとしては金丸さん、はい、まず小野の立場からすればどういうパターンが、あーっと内股だ。小野はですね、今みたいに先ですね、はい、いろんな技持ってますから、それを使って先に攻めていくっていうのが、はい、小野が考えていることだと思います。一方西山選手はですね、はい、ワンチャンスですね、少ないチャンスの中でいかに投げに行くかということを考えていると思いますね、はい、西山も仕掛けに来ました。小野先輩は技出しも速い、切れる、スピードもある、自分が勝つには先に仕掛ける必要があると話していたのは10個後輩の西山大輝です。この戦いはそのまま、あるいは90キロ級のロンドンオリンピック日本代表の座を決める戦いにも直結してきます。決勝に進むのは果たしてどちらか。小野の仕掛け、それを支え釣り込み足で返していく西山大輝です。立ち上がりの両者の動きは金丸さんの目にはどう映ってますか。やはり小野が一つ早いですよね、はい、指導一つっていうのが勝敗を分けるっていう可能性ありますから、そういったことは頭に入れてますよね、はい。まあ、今大会小野の膝はボロボロの状態でこのパリの畳を迎えています。去年のアジア大会の時に左膝を怪我、その左膝をかばっているうちに右膝も直前に靭帯部分断裂という重傷です。それでもここまで勝ち上がってきました。この小野を超えなければ西山はこれから90キロのエースの称号を背負うことができません。森さん、はい、井上康生コーチに話を伺いしました、はい、小野と西山にはそれぞれ別の場所で、はい、小野には世界一のラストチャンスと思えと励まして、はい、西山には小野を超えなければ真の世界一にはなれないぞと励ましたそうです、はい、ただ康生さん自身本音は2人の戦いを見るのがとても辛いとおっしゃっていました。そうですよね。さあ奥を掴んでいった小野、先に動かしている小野、まあ、金丸さん、この時点でこの両者が戦うのはあまりにももったいないですよね。2人とも金メダル取れる、はい、実力持ってますから、本当もったいないですよね、はいはい、決勝で見たかったです。その金メダルを去年あと一歩で掴み損ねたのは青い柔道着若き西山大輝です。去年のあっと小外に行く西山が先に仕掛けに来ました。去年の決勝あと一歩で金メダルを掴み損ねた西山、初出場でいきなりの銀メダルにも本人は悔しい大会でしかないと語ります。この1年リベンジだけを誓ってきました。それにはこの大先輩の小野を超えなければなりません。やはり西山選手も技出しの速さですよね、はい、そこを意識して多少不十分でも言ってますよね。あ、はい、先に仕掛けないと小野先輩は超えられない、そう西山は話をしています。西山の組み手ですよ。さあ掴んだ、引き手戻った、西山掴んだ、仕掛けに行く、小野もしのいでいきます。残りは2分10秒日本代表篠原監督が90キロ級エースの戦いを見つめています。果たして強いのはどちらか、西山なのか小野なのか。主審がここで一旦待て、両者に対して指導です。両者に対して指導、膝の状態が思わしくない分だけ先に指導を取った状況で有利な状況を作りたいと話をしていたのは小野の方でした。
前に出てきました。西山が少し前に出てきました。出てきましたね。仕掛けに来ました。若い西山が仕掛けに来ました。ただこうやって前に出てくると、はい、あの小野選手もあのチャンス出てきますからね、はいはい、それを迎えてこのパターンですね。場外際で今度は小野の方が仕掛けてきた。スタート西山が仕掛ける。小野がそれを返していく。ただ圧力かかっているのはあの西山選手ですよね。あ、そうですか、はい、小野がじりじりちょっと下がってますよね、はいはい、少し小野が場外を背負うような形が多くなってきています。残り2分を切りました。日本人対決の準決勝、西山が左手で小野の襟を掴んでいく。左組の西山、小野は右組、肩襟だけですが小野も揺さぶっていく、崩していく。さあ西山が捕まえた、西山捕まえた、西山が捕まえました。どうでしょう金村さん、主導権は少しずつ移ってるんでしょうか。そうですね、西山選手は若干攻めてますよね、はい、小野選手肩襟でも技あるので、肩襟の攻撃っていうのもどこかで考えてると思います、はい、場外際で肩襟の内股、この辺りは先ほどから出会って今度は組み込んで大外を狙っていく小野。喧嘩打ちの状況から西山は2本取れば日本で一番1本を取れる力が、そう篠原監督も評価をしています。過去西山はこの大先輩の小野を超えることはできていません。選抜の舞台もグランドスラム東京の舞台も、そしてグランドスラムモスクワの舞台も、過去3度両者は決勝で戦ったことがありますが、いずれも勝ったのは小野です。小野選手、西山選手の内股透かし狙ってますね、はい、内股来たところを透かそうとしてますね。その内股少しで選抜体重別で西山から1本を奪って勝ったこともあります。小野この待ては指導ですね。指導が小野にだけ来ました。やはり一つ早かったですね。西山が一歩リード、西山が先輩小野から一歩リード、背負いに行く小野。主審が待て、残りは41秒です。決勝に進めるのはただ一人、若い西山なのか、それとも小野がベテラン健在を示すのか。組でいいところをつかめない。残り30秒になる。掴んだ、小野が捕まえた。小野も前に出始めた。西山が後ろに下がる。受けて出す格好になります。小野、小園、内股を合わせていく西山。小野が先に仕掛けましたが、西山が見事にかわしています。スタンドでは小野の奥さん、美里さん、そして2人のお嬢ちゃん、ミリアちゃんと京香ちゃんが祈るような思いで、パパの、そして夫の勝利を信じています。内股に行く。残り13秒しかない。小園、バランスが崩れた。小野、残り10秒、残り10秒、西山が小野を下すか。踏み込んでいく。小野、捕まえた、捕まえた、捕まえた、内股、残り1秒、ここで試合終了です。90キロ級ベテランの小野と、そして若き西山の対決は僅差ではありましたが、こちら西山大輝に軍配。決勝進出は20歳の西山大輝です。昨年の決勝で取り損ねた金メダルを目指す戦いに向かいます。ということで、男子の90キロ級日本人対決の行方は小野と西山、西山の勝利ということになりました。優勢勝ちです。南條さん、はい、この2人の組み手ご覧になっていかがでしたか。そうですね、まあ、地下的にはもう5だと思うんですが、はい、今日だけを見るとやっぱ小野選手初戦から非常に厳しい試合が続いて、もうフルタイム、ほぼフルタイム戦っている試合ばっかりじゃないですかね、まあ、そういった中でちょっと最後ラッシュかけたかったと思うんですが、それが出し切れなかった、はい、あとまあそれをしっかり見据えて西山選手落ち着いた試合運びで、はい、まあ、今回こういった形で勝つことができたというふうにちょっと見ましたけれども、はい、これで西山大輝去年に続いてイリアリスト、はい、決勝戦で相対することになりましたね、はい、もう十分、まあ、小野選手の研究も含めてイリアリス選手の研究もしているでしょうから、はい、まあ昨年の失敗を繰り返さないように、今非常に、気持ちも盛り上がっているというふうに思います、はい、そして女子の78キロ級ですけれども、はい、尾形が、はい、
出ましたね。そうですね、非常にいい勝ち上がりで、まあ、あの深田さんも言ってましたけれども、はい、まあ、その自分の得意である左の奥襟の取り方っていうものに工夫を入れて、まあ、本当に完勝と言っていい勝ち方だったと思います。前回2位のは、ブラジルの選手、はい、全くと言っていいほどいいところ出せなかった、まあ、そういう、うん、それぐらいの勢いがあって、非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。そうですね、はい、いや、なんとか今回は、この男子90キロ級とそしてこの女子の78キロ級2階級で、選手たちが決勝に進出するという形になりました、はい、ちょっとあの70キロ級は寂しい決勝トーナメントになってしまいましたけれどね。そうですね、でもなんとか、まあ、あの国原選手には銅メダルを取ってもらいたいと思いますね、はいはい。